しさ。どれにしよう。名古屋から東京に着いて1軒目のお仕事をしてホテルにキャリーを置いて今マネージャーさんとランチに来てます。お腹すいた。ランチねえ、あったかい。喜んでる。めちゃくちゃこれ美味しい。これは大好きだ。キャラメルとココナッツ、うん、食感がやばい。もう震えるぐらいうまい。めちゃくちゃ美味しい。とろける。今日のリップは最近お気に入りのシャネルの174番が、なんかね、濃いめでね、しっかり発色してくれる。ちょっとね、暗めな紫っぽい色です。ブルベ冬って感じの色。ディズニーランドに来ているということで、ちょっと恥ずかしいんで、もうちょっと下がる下がる。今日はアンジュのワンピースにタートルを合わせました。かわいい。ちょっと寒すぎるから靴下買った。グルー寒いよ。3枚履きでも寒い。寒い。マフラー可愛いでしょ。冬でも着れちゃう。寒いよ。おしまい。え、どこまで映ってる。ちょっとね、全身映れないわ。今から、とある雑誌の撮
撮影に行ってきます。今ちょっとパーティーみたいな格好してるんですけど、撮影が終わったら一本打ち合わせしてブルガリの授賞式に行ってくるので、こんな感じでドレスコードしてます。ヘアセットをしに行ってきます。とりあえず撮影に行ってきます。はい、今日は、今からワックサンドヒルズで撮影で、あとなんだっけ、ジョー・マローンのポップアップに行ってきます。楽しみ。今日もあったかいからモコモコ着てます。美容院で髪をセットしてもらいました。巻いてもらった。なんかちょっと根元が明るくなったから染めて、でトリートメントもしてきました。サラサラ、めっちゃサラサラ。あ、これで今日のコーデ。今日は全身こんな感じに。あ、黒。今日はコーデ撮影があるのでちゃんと靴を履いてきました。ブーツをちょっと持ってきました。行きます。いってらっしゃい。なんかすごい。わ、私もやったやった、嬉しい。いい匂い、美味しそう。リンゴの匂い。私はこれブラックベリーベイだっけ。好き。あー、いい匂い。これ好き。うん、いい匂い。東京出張が終わりです。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。